お知らせもあって雪だよりたくさんのリクエストいただきました。今日最後の曲、谷村ゆみの雪の扉でした。谷村ゆみがお送りしてきましたそれなりにプラス、そろそろお別れのお時間です。番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。日頃感じていること、ちょっとしたお悩み、それほか普通歌、お気軽にお寄せください。メールのアドレスはすべて小文字で谷村@musicbird.co.jp、 谷村@musicbird.co.jp。 谷村ゆみオリジナルグッズやパワーストーングッズ、携帯ストラップ、いろんなプレゼント準備してます。ぜひあなたの連絡先も書いて送りください。番組のブログもチェックしてくださいね。ミュージックバードのコミュニティチャンネルの番組表からそれなりにプラスの番組名をクリックしてブログに入ってください。いただいた写真やお送りした曲、そして谷村からのメッセージなどお送りしてますから、ぜひねご覧ください。12月15日土曜日は品川インターシティホールにて谷村ゆみの今年のクリスマスコンサート、12月15日土曜日2時からと6時からの昼公演と夜公演になってます。昼夜内容を書いてお送りしますので、どうぞお楽しみ。今年の締めくくり、一緒に過ごせますことを楽しみにしております。そんなわけで今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。風邪をひかないで、また元気にお耳にかかりましょう。谷村ゆみそれなりにプラス、お相手は谷村ゆみでした。ごきげんよう。